堀口氏は、上野国信殿軍、堀口郷を本願地とした武家。本性は源氏。家系は、川内源氏、源義家の三男である、源義国の子、源義重を外する新田氏の主流の一族。上野国信殿軍、堀口郷、武蔵国の豪族として活躍した。新田氏四大当主の新田正義の三男、堀口家邸が新田宗。 堀口号を分割配慮し、堀口氏を起こしたのが始まりとされる。内邸の嫡男貞義が堀口号を相続し、諸子の定政が一位号を相続し、一位氏と称した。一位忠氏星の姉は江戸安氏への性質で江戸長門の聖母となった。貞義の幼女が新田義貞の聖母との説もある。内邸の抜士の貞明は矢島氏と称したという。 貞義の聖母は表情衆も務めたイグル法上有事の娘と言われており、本州家が失脚した後に何らかのつてを掴んだと思われる。その甲斐があり、新田本州家が無意無感であるのに対して貞義は14位した身の守るにまで昇進している。現行3年、貞義の着手貞光は本州家の義貞の挙兵にも参加し、鎌倉攻略で活躍している。 戦後の論法で貞光は父とおなじみの守に部任された。その後も一貫して吉貞の重臣として活躍し、延元元年に五代醐天皇一行が比叡山で足利高氏に包囲され、吉貞に無断で高氏と和睦をして比叡山を下山しようとした。その時、貞光は強引に五代醐帝の腰を止めて直訴した話は太平記で有名な一説である。 その後、貞光は、着手の定由らと共に、本州家と共に一貫して、南朝方として奮戦し、没落したという。貞光の直系の子孫の一派は、美濃国王の軍坂本村の伊ビ川上流付近に、土着し、坂本氏と称したという。美濃坂本氏は、戦国時代には、斎藤氏や明智氏に仕えたという。現在では、群馬県太田市付近から旧鎌倉街道沿いの、 埼玉県熊谷市、時川町、東松山市付近にその子孫が居住し、地元の名士などとなっている。堀口市の支流にあたる吉次の子孫は、若狭大井郡に土着し国人として続いた。食法器には機能する者も,も現れる子孫は、大井群一円に広がり栄えた。また、江戸時代に若狭小浜藩坂家に使える系統も出た。新田正義。正氏大館氏。 堀口家貞。貞吉一井忠志生、小島貞明。貞吉貞,貞光行吉義義義氏。吉光定優貞地家丁康義次、定賢定獣、吉忠貞春。吉義、坂本忠志教。亭聖。貞春貞幸。ありがとうございます。